ハロペコ。今日はですね、群馬県館林市緑町にある森田屋支店さんにやってきました。森田屋さんは MO チャンネルでは2度目かな。店内に入るとテーブル席と小上がり席があります。結構広いです。メニューなんですが、ラーメン以外にもチャーハンやご飯系のメニューも多く、もつ煮やおつまみ系、夏季限定のメニューもあります。まずはこちら、チャーシュー麺850円です。こんなにボリュームがあるのに850円、かなりコスパは最高です。まずはスープはどうかな。森田屋さんといえばこのしっかりとした色のスープ、油は少なめであっさり系のスープです。うまいですね。懐かしい昭和の中華そばっていう感じです。それでは麺ですね。麺は見てわかる不揃い感の麺です。このテロテロ系である感じと太さ細さがバラバラな感じ、これが食感が違くてうまいんですよね。森田屋さんの麺めちゃくちゃ美味しいです。いろんな食感が味わえる麺で、小麦の香りもしっかりします。テロテロ感の強い柔らかめの麺、これが森田屋さん来てるっていう感じしますね。こちらの森田屋支店さんでは創業約40年超えということで、老舗中の老舗のラーメン店です。麺が見えないほどの大量のチャーシュー。森田屋さんのチャーシューの特徴は小さめで薄いのが特徴です。その代わり数がたくさん入ってて、塩気は少なめで豚の甘みをとても感じます。今回はチャーシューが多いので麺で巻いてみました。チャーシュー麺注文したらこの食べ方絶対したいですよね。麺とチャーシューの相性が最高、激うま中華そばです。お次はこちら、ライス200円、もつ煮300円、これで全部でワンコインでいただけます。満面の笑み。それではもつ煮はどうかな。上にネギが乗ってまして、具材はもつとこんにゃく、とてもシンプルです。味付けは見てわかると思うんですが、味噌ではなく醤油味です。醤油味のもつ煮は人生で2度目なんですけど、味噌とは違ってあっさりいただけて、もつの旨味とても感じますね。森田屋さんのもつ煮は柔らかめのもつ煮です。具材にはこんにゃくともつとシンプルなんですが、300円にいただけるコスパ最高ですよね。プルプルのもつ煮と弾力のあるこんにゃくが最高にうまいです。お米も今回普通盛りで200円で注文してるんですけど、結構量があってこちらも腹パンになれますね。もつ煮とライス、これはもう鉄板だな。森田屋さんに来たらぜひもつ煮も食べてほしいです。相方はこちら、冷やし中華800円です。冷やし中華は夏季限定のメニューです。見た目もとても美しい、うまげ。上に乗ってるのはきゅうり、のり、チャーシュー、紅生姜、味付けは醤油味です。からしが乗ってあっさりいただける冷やし中華です。この森田屋さんの美味しい麺、これ冷えてるとまた食感が違うんでしょうね。麺はもちろんチャーシュー麺の麺と一緒なんですけども、森田屋さんはこの麺が醍醐味だと思います。熱いラーメンとは違ってコシがありますね。噛み応えがあって冷えてる麺めちゃくちゃ美味しいです。きゅうりや紅生姜と一緒に食べるのもまたさっぱりいただけますよ。麺がかなり冷えてますので、夏にはもってこいのメニューです。これはうまい。さらにこのチャーシューが2枚乗っていましたよ。この中華そばにはふさわしいこのチャーシュー、うまみがたっぷりのチャーシューは皆さんにもぜひ試してほしいです。うまい。すべてごちそうさまでした。私、栃木県群馬県で飲食店の紹介をしている MO チャンネルです。本日の森田屋支店さん、原点に戻った懐かしい中華そばがいただけ、醤油味のもつ煮は絶品でした。裁縫確定。本日はごちそうさまでした。